男の嘘、浮気を見破る方法を伝授いたします。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は女性の皆さんは必見ですよ。男の嘘、浮気をあなたが見破る方法を伝授いたします。基本的に男性は嘘つきだっていうふうに言われておりますけれども、それは嘘つきであるというよりも、男性は女性に比べて罪悪感という自分を責める感情がすごく強いんですね。そうするとその自分が怒られてしまうんじゃないか、罰せられてしまうんじゃないかという、これを防衛するために嘘をつきます。もし皆さんがダーリンを受け止める度合いが強くなればなるほど、男性の嘘は減っていきます。がしかし、そこに至るまでにはまあいろいろな嘘がありますけれども、今日はちょっと裏技伝授、秘技伝授の時間ですよね。まずちょっと考えていただきたいんですが、人というのは嘘をつくときにはその場で作るんです。つまり嘘っていうのは延縁性がないんですよね。つまり作り事ですから、例えば彼がゴルフの接待に行くって家を出たんですけど、なんか女の匂いがして怪しかったんですね。ダーリンが帰ってきて、今日ゴルフどうだったなんていう話をすると、そもそもゴルフに行っていない人は、いや今日はこうでああでもう本当に大変だったよ、そしてあなたは今日はいい天気だったからよかったわよね、なんていうふうにお話をしますよね。ああそうだね、なんて、その日はそれで終わりです。ところが1週間ほど経った時に、ねえねえこの前さゴルフ行った時に雨が降ってきて困ったって言ってたじゃない、大丈夫だったって言うんです。もし本当にゴルフ行ってたら、え雨なんか降ってねえけどって言えますよね。ところがああ大丈夫だったよってそもそも言ったことは覚えてませんから、あなたの嘘に乗っかかってくるわけです。だってあの日はとてもいい天気でしたからね。こういうのもいいですよね。帰りにご飯食べてきたって言ってたけどっていう時に、中華食べてきたって言ってたけど、ねえねえどこの中華に行ったのなんて聞いてもいいですね。その時にあなたは本当は今日何食べてきたのだ、ちょっと居酒屋でねって彼が言ったんですけど、嘘である時居酒屋っていうのを忘れてます。あえて違う話をするんです。そして彼があなたの作り話に乗ってくることで、あれは嘘であったなっていう証明ができますよね。さらにもっと高等テクニックを言うと、嘘っていうのは左脳で考えて作っているわけです。つまり脳みそが回ってる時は上手に嘘のストーリーを上手に作り上げるプロフェッショナルの男性もいるんです。そういうような人っていうのは寝起きを襲うんですよね。ねえ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 なんだよこの前のゴルフに行ったっていう時ってさ、なんか雨降ってきて大変じゃなかったなんて、佐野が起きていない時にそういうことを上手に使うことで彼の嘘を見破ったりすることもできます。逆に言うと我々のつく嘘っていうのは真実じゃないわけで、つまりほとんどの人が言った概算、つまり事細かな内容まで覚えてないんですね。ところが真実っていうのはあなたの体験したことですから、事細かに記憶としてはすぐに残ってきます。だからちゃんと言えないことのほとんどっていうのは嘘と言ってもいいのかもしれませんね。
まあこの辺は皆さんの先輩の浮気をする旦那さんの嫁から伝授していただいた秘技ですので使えると思いますよ。まあ皆さんがこのようなことをあなたのダーリンに使うことがないように祈っておりますが、今日は秘技伝授でした。お役に立てましたか？いつものようにもしよかったらグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録がまだの皆さんはチャンネル登録よろしくお願いいたしますね。またお会いしましょう。さて皆さんに一つ情報があります。私どものこの恋愛心理学の動画のベースになっているものは、神戸メンタルサービスの方で恋愛心理学講座というものを東京、大阪、名古屋、福岡で開催しております。もしよかったら皆さん一度お越しになりませんか？生の平が見れたりします。そしてですね、私どもの無料説明会というものがありまして、それにお越しいただきましたら入会金が無料、そして講座を1回受講できるチケットのプレゼントもやっております。いきなり恋愛心理学講座に来ていただくと入会金が3,300円、講座料が3,300円いっちゃいますが、無料説明会に来ていただくとその2つ6,600円が無料になったりします。もしよろしければ一度ご参加ください。私以外のいろんな素晴らしい講師もたくさんおりますので、詳しくは概要欄の方にもその情報は挙げています。よろしくどうぞ。